こんにちは、ガンバス川です。勝手にガンバ会議ボイスバージョン始めます。この番組はサッカーショップフットボールビータのサポートでお送りします。よろしくお願いします。今日はですね、今季から決まった副キャプテンの2人についてお話ししたいなと思います。はい。キャプテンが倉田修選手で、副キャプテンが宇佐美選手と、三浦玄太選手ということなんですけれども、ではまずは宇佐美選手からお話しましょうか。本人はね、2回目ガンバに戻ってきてからは、年齢的な問題もあって、結構リーダーシップを発揮して、チームを引っ張ろうかなっていう、意識が強くなっているようなのと、昨年はですね、もうかなり先頭に立ってチームを引っ張っていたので、副キャプテンでもまだどうかなと思います。で、片野坂監督のコメントでは、キャプテンでも考えてたということなので、相当期待はされているのかなと思いますね。はい。で、宇佐美選手なんですが、今更説明するまでもなく、ガンバアカデミー時代から注目を集め、海外にも行き、日本代表でもワールドカップに出場しというところで、全国的というか、認知度のかなり高い選手だと思うんですけれども、個人的な思い出としては、宇佐美選手を認識し始めたのは、頭角を現したジュニアユースの頃で、正直その頃のガンバでのプレーは見たことないんですけど、日本代表のジュニアユースですかね、おそらくワールドユースで出ていた頃にのプレーが印象に残っていて、結構いいフリーキックとかも蹴っていたなという思いがありますね。で、その後はユースの頃からトップに昇格し、皆さんも見ているような感じなんですけれども、個人的にはやはり1回目ドイツに行く前ですね、イグノとツートップを組んでた頃のような、あの頃はやっぱり今でも得点力が高いというか、シュート、ゴールの意識が高いプレーをしていたなという気がしますね。はい。で、ドイツではどちらかというと苦い思い出の方が多かったかなと思うんですが、何度か、お話しさせていただいたことはあるんですけれども、言い方は悪く言うと、正直かなりメンタルに左右される選手かなっていうのはありますね。1回目結構長くお話しさせていただいたのが、J2 時代かな、ちょうど戻ってきた頃にトップチームが旧万博で試合がある時に、特に告知されてない状況で、練習場で宇佐美選手プラス何人か、試合に帯同しない選手ですねが練習している時に、ちょうど宇佐美選手がいて、サインとか、もう周りにほとんど人がいなかったので彼に話したんですけれども、その時はもうこれからやっていくぞっていう、モチベーションだったので、結構メンタル的にもよく今季10点残り取るとか、有言実行はできたんですけど、かなり多弁な状況だったんですけど、2回目ちょっと話した時で言うと、2016年ですかね、三冠取った2年後に、キャンプ初日沖縄に行って、ちょうど海外に行く動向という報道が宇佐美選手出ていた頃ですね、新スター元年ですね、その時に、僕はそんなこと言ったのかなっていうのはあるんですけど、ちょっともう1年ぐらい頑張ってくれやみたいな声をかけたら、しかとされまして、で後々にガンバの OB の方とこの件について話することがあったら、やはり本人は海外に行く気満々で、その行けなかった悔しさっていうのがあったらしいということで、仕方がなかったかなと思ってます。はい。で、そのまま移籍をし、戻ってきたんですけれども、やはり、ネットでも結構叩かれたりしてるように、やはりゴールへの意識がかなり低くなり、中盤まで下がってきてボールをさばいてるっていう、結構普通の選手になってしまったかなという気もあるんですけど、やはりその遠藤選手が、いなくなったというのもあるので、はい、その、代わりではないですけど、やはりボールを前に持ち運べないというのがあったりしたので、そういう影響かなとも思います。はい。でも今年はね、やはり、役職というか、副キャプテンっていうポジションになって、どういうプレー、どういうチームで振る舞い見せてくれるのか、かなり楽しみにしてます。はい。副キャプテン第1弾ということで、今日はこの辺りで締めます。はい。ありがとうございました。さよなら。